コロンボ。はい、コロンボさんです。さあ皆さん、今日やっていくゲームはですね、こちらです。秘密のお留守番なんかまあ今というかちょっと前なのかな、コロンボさんちょっとやるの遅くなっちゃって、見たことある人も多いと思うんですが、なんで流行ってるんでしょうかまあコロンボさんちょっと初めてやるんで内容まだねよくわかんないんですけど、アイコンはもうあれだよね、絵本だよね、ほとんどちっちゃい子に読み聞かせる絵本なんよな。なんか見てみましょう。宿主がいない間に食べ物たちがお留守番をしているよ。家に隠れてる仲間を探してみよう。絵本導入も絵本にゃん、それはとんでもないよ。ほら訪問数アクティブもすごいし、超過数もすげえ。マシ。まあいいや、やってみましょう。はい、じゃあコロンボさんがこの秘密のお留守番やっていく前に、秘密のお留守番こういうゲームだよってもう知ってる人は高評価ボタンの方よろしくお願いします。それではやっていこう。おお、始まった。なにこれ、かわいい、リンゴが走ってるなんなのこのかわいいやつは。おお、なんか、なに、あー待って、なにこれえ、コロンボさんリンゴ、うわかわいい、なにこのゲーム、これほんとルブロックス、すごい。これスピード速いって書いてある。速いと遅いを切り替えられるんだ。ラグドールオフ。あー、なにすげえ難しいんだけど、なんか早い、若干早いか。これどうやるんだ、これいけ、あ、これ何、これちょっと待って、これは何、あ、ジャンプできるこのパンは何、このパンはどういうゲームあー、ちょっと画面が、あ、やばい、動けなくなっちゃった、あれ動けなくなっちゃった。なんですのこのゲーム、あ、何これ、あ、集めて回るってことなのね。そういうことか。これ慣れるってこと、あ、そういうことだわ。じゃあみかんになろう。かわいい。なにこれ。あー、オッケー、リスポーンできた。オッケー、行きましょう。よし、行くぜ。あ、クロワッサンくん大丈夫。熱そう。あー、すごい。なんか能力違うかも、ちょっと。これジャンプじゃないんだよね。ジャンプボタンを押すと、すごい勢いで前に転がるんだよね、これ。これ能力使い分けていく系か、もしかして。これ上に登れるかな、これ。みかんの能力でちょっと上に登るのむずいかも。はい。え、ちょっと待った、能力使い分ける。リンゴが多分シンプルジャンプだから、あ、ここに戻った、違うわ全員すごい勢いで転がる能力だわこれ。ほら、あ、落ちても大丈夫なんだ。なるほどね。あ、別にコースってわけじゃないんだね、本当に探し回れってことなんだわ。あ、下になんかある、あれ取れるんじゃない、あれ、ほら、え、待って、あ、いけた、取りたい。あー、取れた、ペペロニピザペペロニピザ見させて。ああ、いた。パーティーの時に買われた1枚だったが、残されてしまった。捨てるのが怖かったので、ずっと隠れてる。かわいい。なにこれ。とんでもないゲーム来たな、これ。こっちもいけるじゃん、よく見たら。ペペロニピザ、手がブランブランだわ、これ。待った、これどうなる？水に当たると。やばい、ピザが現れたら絶対食いたくねえ。ああ、ピザあ、動けない。やばい、動けなくなっちゃった。やばい、もう、これ動けない。終わった。完全にピザ終わったんだけど、この状態のピザ食えって言われたら絶対食わねえわちょっとこれやり直します。シンプルじゃリンゴ、いや、これ人参でいこう。みんな人参ちゃんと食べれる？コロンボさんは食べれる。なんかさ、このさ、パン、これさ、取れるんじゃないの、これ。あ、取れた、食パンゲット。おめっちゃ近くにあったやん。食パン。ベタベタするので、上にバターやジャムを塗られるのが嫌い。そうなんだ。ごめん。今度からもう何も塗りません。勘弁してください。よし、行くぞ！行くぞって言ってもなんだよね。この上、あ、じゃがいもある、じゃがいも。待って、これさ、うまくやんないと取れないってことか。どうやって取るんだろう。行くよ。角度狙って。はっ！え、むずい！ちょっと待って、これは絶対ね、多分ね、丸っこい形のやつがいい。みかんで行こう、みかんで。まだこの世界のルールがいまいちわかんないけど、とりあえずこのじゃがいもは取りたい。行くよ。はい、え、むずくない？これいけんのかな？もっと前だ、もっと前で、いくよ。はい、あー、惜しい、やばい、なにこのゲーム、面白い。ちょっとみかん焼きになる？みかん焼きに。あー、つーみかーん。みかん焼きって料理ありますでしょうか？みかん焼きって料理あるよっていうの知ってる人いたらコメントください。はい絶対じゃがいもだけは取るんだからね。いくよ。この場所、はい、やー、
しよしよし取れた。じゃがいも取れた。じゃがいも、じゃがいも根が生えてきてしまうままに食べてほしいと思っている。それはもう全じゃがいもの願いでしょうね。ソラニンが発生しちゃいますからね、じゃがいも放置すると。それで燃やしますか、じゃがいも。おら、あー余裕そう。さすがじゃがいも、このぐらい全然余裕ですよみたいな顔だわ。僕はじゃがいも、こんな熱が余裕さ。どんな料理に調理してくれるんだい。ポテトフライ、マッシュポテト、それともそのままかじっちゃう。って言ってました。はい、じゃがいもくんはそう言ってます。あ、やばい、もう出れない。あー、待って、出れない出れない。ちょっとなんで入れるんだよ普通に。あんなに努力する必要なかったやん。ちょっと待って待って、出れない出れない。ちょっとあ、出れた出れた、よかった。この能力駆使して上まで行くんだわ多分。そういうことだわ。行くよ。はい、あ、オッケーオッケー。カメラの画角ってカメラを変えれば結構いける、割といける。よしよし、行くよ。はい、あーいや、むずいわこのゲーム普通に。はい、よしよしよし、乗れた乗れた乗れた。この上乗んのめっちゃ難しい。ちなみに何個あるのこれ。めちゃくちゃあるねえ、これマジで超いっぱいあるじゃんこれ。これやばいわ。一段これ上がんないと多分ダメだね。はい、あーね、難しい。ちょっと一旦と乗るまでやりますね。これむずい。あ、なんかあるなんかある。諦めました。ちなみにあっち行くのはちょっと無理そうだったんで。あ、いけるか。あ、いちごだ。いちごゲット、やったー。いちご好き。いちごになろう。いちごに、ちっちゃいちっちゃい、かわいい。優しそうに見えて実はキレショーなんで注意が必要。マジで人は見かけによらねえな。人じゃねえけど、まあいいや。よし、このちっちゃい体ならさ入れる場所あるよね多分。オッケーオッケー。これ、あ、バナナあるよ。バナナ取れるかなこの高さ。はい、あ、無理だわ。え、これどうやって取んの。バナナマジむずくね。なんかもっと高くジャンプできんのかな。移動方法かわいそすぎんか、さすがに。あ、めっちゃいろいろあるわ。何があるんだろうこの先には。とりあえずこっち行ってみっか。乗れない。はい、難しいよなこのゲームが意外と。なんかあるかな。はい、何もない。みんなあの上に上がろうとしてるから、あっちになんかあるんだろうな多分。登れる登れる登れる。おっ、来た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 。え、どうやって行くのこれ。え、無理じゃない。普通に登れんのか。いや無理だろう。あー、やばいやばい。あ、あねえ、このゲーム難しすぎる。どうやって行くのあれ。ちょっと今まで簡単なゲームしすぎてたわ。皆さん、真のブルブロックスゲームここにあります。これです。いや無理でしょどう考えても。どうやって、いや行くんだよあれ。ちなみにこのラグドールオフっていうのはなんか役に立った時あんのかな。これなんだろうね、こうラグドールオフによって何かこうね、なんかできるみたいなのあるのかな。いや分からんけども、これいけるか。はっ、いや難しい。距離感が測れないんよな。はっ、いや無理じゃね。ここは別に行けないのかもしかして。いや、ちょっと違うみたい。どうやらまずこっちから行かなきゃ的な感じなのかな。このさ、人間みたいなヒョロヒョロしたの何なのこれ。みんな持ってるけどさ。よし行くぞ。この上に絶対なんかあるはず。普通に登れば行けるのかなこれ。行ける、これ。あ、行ける行ける行ける。よかったよかった。なになになに、あ、ここ滑る感じ。あ、滑らないよね。え、これどうやって行くの。またジャンプ、むずいよなジャンプって。か、かなりさ、行けるかこれ。はい、いや無理だろう。ねえ無理だってこれ。あ、で、このカゴの上にジャンプ、行くんだね。あー、むずい。この上からじゃないといけないんだわ。どうやって俺行くんだろうね。ちょっと行ける人いるか見ててみるか。コロ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 落ちてるじゃん、ほら。待って、もう一回やって行けないならもう無理だぞ、それ。おーし、来た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 。行くぞ。え、無理じゃないわ。これ、え、どう、はい。あー、でも落ちない。この角度なら落ちない。はい、いや、無理だろこれ。これ無理ですってこれ。あー、挟まったやり直しです。じゃがいもです。僕らのじゃがいも、上からじゃないといけない場所をちょっと行きたい。てか、あの上にまず上がろう。諦めちゃったけどさ。やばい、リンゴも焼きすぎ焼きすぎ。リンゴやばい、焦げてる焦げてる。え、こんな感じになるんだね。すごいね。真っ黒焦げになっちゃった。面白い。とりあえずこのじゃがいもさんで上まで登りましょう。ただね、あの上も登るのめっちゃ難しいよね。みんなどうやって行くんだろう。ちょっと見ててみよう。あ、飛んでる。いける、普通に。オッケー、あのぐらいの角度から飛べばいいんだな。オッケーオッケーオッケー。ちょっとイチゴがやっぱり一番扱いやすいかもしれん。イチゴかなり上向きに飛んで、それでこうカメラで方向を変えるみたいな方法がいいかもしれませんね。慣れると相当あれかも。ダメだみんな結構やっぱちっちゃい体になってるね。そっちの方がやりやすいんだよ多分。あー、もう難しい。よしよしよし。はっ、よし、やっといけた、やっといけた。あー、待って待って待って、
ちょっとビビった、今押しちゃった、間違って。ウルブロックスのくせにさ、ジャンプボタンすぐ押しようとしちゃう、押そうとしちゃうんだよね。この辺、この辺から飛ぶ。はっ、オッケー、乗れ乗れて乗れたでしょ、今ちょっと、今絶対乗れたでしょ、気をつけて気をつけて、ここ、はい、よしよしよし、来た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 、やった、かぼちゃゲット。かぼちゃどんな感じ。ハロウィン用に買われたが、そのまま使われずに放置されてしまった、かわいそすぎるだろ、かわいそすぎるって、それはさすがに。あ、なに、あー、かぼちゃと重なってた。これは待って、この下なんかあったりする、このさ、葉っぱのさ、どこに隠されて、あ、なんかある、あれ取りたいけど、せっかく上まで来たからな、ちょっと探索しましょう。もうここへの来方はね、もう慣れたもんなんで。さあ、ここの先、この先は初めて、え、もう終わりやん、マジでさ、あのテーブルの上とかどうやっていくん、むずすぎるでしょ。とりあえずこの卵ゲットだわ、卵ゲットです。卵も結構体が小さいからさ、使いやすいんじゃない。おー、100枚のパックで体を、あー、戻っちゃった。そうか、入れ替わると戻っちゃうんだ、マジかよ。ちょっとじゃあ、あの草の中入ってみましょう、草の中。いや、もう慣れたもんですよ、慣れたもん、はい、オッケー、慣れたもんだわ、本当に慣れたもんだわ。やば、ほら、青リンゴ、あれは多分下から登っていくんだね、頑張って。オッケーオッケー、じゃあとりあえずこれ取ってみよう、これいけるかな。はい、いや無理。まあ いや、とりあえずこっち行きましょう、こっち行くよ。まずはここだね。ああ、むずくない、絶対この段差からじゃないと普通にはいけないってことか。角度オッケーオッケー、角度むずい、これ狭いから逆に難しいね。あー、なんか下にある、とりあえずあれ取ろうか。あ、イチゴだ、じゃあミニトマトだ、また戻っちゃったね、間違って全部戻っちゃう。自身を世界で一番大きいトマトだと思っている。そうですか。かわいいね。あー、落とされた、ちょっとね。あ、そっか、困って、ミニトマトここ入れそうだね。はっ、あー、結構難しい、簡単げだなと思ったら、はっ、あー、惜しい惜しい惜しい、あの、このぐらいだ、このぐらい。トマト結構飛ばない、結構、そしてここ、オッケー、きたー、みや、トマト、トマトとミニトマトは何が違うんでしょうか。これ何のカメラだ、これ、 G カム。聞いたことも見たこともないカメラです。オッケー、じゃあこのピラミッドだけ最後登ってみましょう。この人ずっとここやろうとしてるわ。ミニトマト結構さ、飛距離ある気がする。ほら、やばい、ミニトマトめっちゃ使いやすいわ、最後に気づいた。この上にある最後の砦を倒して、あ、え、これむずくない、あーっ。ミニトマトすげえ飛ぶから、別に段差つかなくてもいけるよ、これ、いくよ、はっ、あ、いけねえわ。トマト、あ、こっちからはいけない設定になってんのかな、はっ、あ、いけるわ、そんなことねえわ。いや、ミニトマト、これ使いようによってはさ、一番キャラ性能高いぞ、多分。ここが意外と難しいってことか。いけた、いけたね、こういうの怖い、こういうの、あ、いけた、いけた、いけた、頑張って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 、うーわー、むずい、まだまだあるよ、まだまだ、よいしょ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 、オッケーオッケーオッケー、あー、ジャンプパターンね、オッケー、ちゃんと角度考えて、オッケーオッケー、この辺、はっ、よし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 、いや、むずい、落ちたくない、もう絶対落ちたくない、え、これむずくない、これジャンプしなきゃなの、それよか、上に行った方がいいか、この角度から、はい、あー、ダメか、でもオッケーオッケー、でも大丈夫、落ちてなかったから、落ちないようにね、はいはい、オッケーオッケーオッケー、はい、やーなんだそのポーズは。これカメラ操作でね、放射線じゃねえや、そのカメラ操作で、そのなんつうの、このアーチを描くというか、その飛び方を変えるんですよ、だからカメラ操作です。いやー、そこまで行くのも結構大変だな、飛んじゃおう、ほら、よしよしよし、使い方ですよ、こういう風にね、使い方を考えてください、皆さん、はっ、慣れたもんですよ、ここですよ、ここまで来ましたけど、で、行くよ、さっきはまっすぐカメラ操作をせずにただまっすぐ飛んだだけだったんで、カメラ操作、さあ皆さん、なんとかなんとかこっち側来れました、こっち側に来るんだった、普通に、うん。全然あっち上上に上がるとかじゃなかった。難しい、何これ、ちょっとやめてくれよ、あー、ちょっと、あ、嘘でしょ、ねえ、もう無理、挟まんのやめちくれ、マジで、うーわ、動けなくなったわ、この顔です。よーし、また来たぞ、これね、スピード遅い速い何の意味があるんだと思ったけど、こういう場所ではね、スピード遅いがいいわ、じゃないとダメだ。はいはいはい、オッケー、やっぱこういうとこはスピード遅い、それが一番いい。あー、来たー、上まで来たわ、ほら、青リンゴゲット、スピード速い、よし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 、いやー、やったー、やったー。
よくわからないです私も正直。せっかくなんでこっちも行きましょう。こっちもはいはいはい、スピードゆっくりで行きます。スピードゆっくりで、ゆっくりなら安心感あるね、こういう狭いとこは。あっ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 はい、ちょっと今回はね、ちょっとここまでにしときますが、いや、まあ、コロボさん、ぜひ、まだまだ集めてほしいって思った人はコメントしてください。もしね、いっぱい見てくれて、コメントいっぱい来る読んだらまたやりたいと思います。それでは皆さん、また会いましょう。野菜、食べような。ははは、コロンボ!バイバイ!